スンンンンスティッチシシーショーーョウィズインバーミンガムスパークブルックは、イングランドのバーミンガム南東部に位置する都市部である。これは、バーミンガム市議会において4区に分けられているホールグリーンの選挙区にあるうちの一つである。スパークブルックという名前は、市内中央の南側に、小川があることに由来する。それは後に、水路や運河となり、スパークブルック区では、 現在一人のリスペクト党ショーカットアリ及び二人の労働党トニー・ケネディとビクトリア・クインがバーミンガム市議会の議員に選出される。それが無所属議員であるコタリブ・フセインは自由民主党員として当選したが、しかし議会閣僚を辞職した後に離党した。スパークブルックは合併となった。プロジェクトチャンピオンとは自動車ナンバー自動読み取り装置台で、 スパークブルックやウォッシュウッドヒースに流入、流出する車両を監視するネットワークを300万ポンドかけて導入することである。その実現は2010年6月中頃まで陳述は凍結されていたが、警察、時間と手間をかけて間違った方向へ導く議員の悲願であったのが暴露された後には、安全と犯罪抑止というよりは対テロ作戦の主導権となっていった。 キャンペーンはスティーブ・ジョリーという活動家によって始められた。誰しもが地方雑誌の記事及び陳情と議員外線で議員はスパイカメラ構想を求断するべきだと書かれた。彼は積極的にメディアに接触してゆき、それはこの問題を承知しているガーディアンのポール・ルイスに接触したのがスティーブ・ジョリーであった。いつもポール・ルイスは記事にした。 プロジェクトチャンピオンについての世論と国際議論がきっかけとなって、いずれいつかは支援されることとなった。警察署長のシムズは言う。申し訳ないが、我々には不法行為という切迫した問題があり、そして気の毒なことにも我々のコミュニティに悪い影響があったのである。セアガサ協会スパークブルックに、 数多くある聖堂のほとんどは19世紀から20世紀にできたものである。最も有名な聖堂は、スタンフォード通りにある聖アガサ教会で1901年に建造される。それは重要文化財建築物である。スパークブルックキリスト教会、キリスト教会は、グランサム通りとドロブラン通りの交差点にある地域で最も古い修道院の一つであり、 1867年に封建される。先の尖った塔は1918年に取り壊され、さらに第二次世界大戦の爆風のために全壊してしまった。1927年に修道所のために教区の家について教会礼拝式の範囲内で建築許可が下りた。フォローイングダメージコーズドバイザー。 バーミンガムトルネード28従来2005万2005年7月28日、バーミンガム竜巻の被害で、キリスト教団が取り壊しを決めた。聖マニュエル教会性別された聖アガタ教会と同時期であるエイマニュエルが、1928年より教区を治めるようになって、キリスト教者にとって安らぎの聖堂となる。ウレーンホールからのイニシエからある金は、キリスト教会内にある。 レディプール通り、ミッションホールは1894年にスパークブルックゴスペルミッションによって開設される。1849年、グループでメソジストニューコネクションと呼ばれている地域に礼拝堂を開設し、それら最初の11年は市内中央のブリッジストリートにある小さな礼拝堂であった。ロイドハウスロイドハウスはジョージ王朝様式の建築物でサンプソン通りにある。 これは1742年から1752年の間にロイズ銀行の創設者であるサンプソン・ロイドによって建築された。建物は現在ブラムフォード・コリンシア住宅協会がオフィスに利用している。1780年、スパークブルックには近代科学の創設者であるジョセフ・プーリン・ストリーノ。1791年、彼の邸宅は一部が破壊されてしまい。 プリーストリーボードで知られるようになった。プーリーストリー通りには石踏みが立っている。1970年代にキングコングの彫像が聖アガサとは反対側のストラットフォード通りにあるセカンドハンドという自動車販売店の庭に立った。2000年代の景気交代はスパークブルックにも影響をもたらし、近隣のスモールヒース2009年にイギリスで8番目に高い失業であり、 住民の12.9%が失業登録をした。レディウッドだけでが、ウェストミッドランズにおいても高い失業率となっている。2001年の人口調査では、3万1485人が区に住んでいたことを記録した。バーミンガムで2番目に被白人が多く、少数民族が主にテラスドエリアに住んでおり、人口総勢の78%となっている。 スパークブルックはバルチトライアングルの本拠地であり、住民の多くがバルチ料理のビジネスに関わっている。ありがとうございます。